皆さんこんにちは、観音崎線博物館のりょうです。あれいないけど、どこだ？探してみなさい。え、どこにいるかわかんないですね。え、ここここ、これか、来た、でってでー。はい、ということで今日はですね、なんと水のある地下壕というところを見つけたので、見つけたっていうかありそうなところをちょっと探し出してきたので、これから早速行ってみたいと思います。じゃ行きましょう、レッツゴー。ここが入り口でございます。で行ってみますか。行ってきます。よいしょ、おい、よいしょ。わ、あったかい、さすがによかった。おお。で、ゴキジェットが、嘘、本当に結構な量水流れてる。お、水あるね。左が上流、うん、どっちから行く。まず民家で行くか。民家で、すごい、早速水が出てきました。あ、流れてるよ、水が。なんか池に流れてる。すごいね。うわ、これなんかすごい、今までとまたちょっと違う ね。あっち行ったりこっち行ったり、こう。あ、ここか、深くなってる。うわ、長。これ行く、行ってみようか。え、サワガニがいる。お、マジ、この中に隠れた。マジで、行きます。うん、はい。お、ほら、本当だ、サワガニだ、すげえ。初。おお、いいね。地下壕サワガニ。地下壕サワガニ、普通のサワガニだけど、すごいね。結構、マグロ、うわ、マグロすごい、ゲージがいっぱいいた。ちょっと待って、今気づいた、走った。待って、なんか、だいぶ、うん、あ、そこから急に深くなった。深くなるんだか。あ、アメンボがいる。アメンボ、マジか。こちらか。あ、取るか。はい、ちょっと待って、ちょっとさ、荷物がさ、なめ、ちょっと一回戻っていい？サブさんリュック持ってきちゃったんだ。そう、こっから深いみたいですね。気をつけながら行きましょう。やばい、結構行く。行く、俺先行くか。待って、コシアカが壁に。おぉ、アメンボが結構入ってるみたいですね。コシアカアメンボ、こんなとこに入ってくるのすごいね。ね、どうやって君たち来たの。確かこれは思った以上に水が多いですね。見てください、この足、ここまでもう浸水してますね。しかも水が綺麗。あ、これ危ないね、結構ね。うん、ところどころなんか深いとこがあって、調子乗ってたら本当にズボっちゃうよ、これ、うん、うわ、すげえ不安。ちょっとずつね、本当にちょっとずつだけどね、うん、水深が深くなってくるっていう。深いとこがあるんだよ、ちょいちょい。そうそうそう、でも下はちゃんとこう、グッてやればつく。うん、よいしょ、よいしょ。あ、すごいっすね、ここは。あれ、出ちゃった。ああ、一箇所出ちゃいました、外に。よいしょ、あら、出てきちゃいました。じゃあ今度は反対側に行ってみたいと思います。この辺からさ、もういない。いそうだね。うん、どんなれないだろう。変わりましたね、なんかね、下の感じとか横の感じ、もう、なんていうの、真横から地下水が流れ出てんだね。ほんと、すごいね。あ、ちょっと高いけど、めちゃくちゃ暑い。暑いね。うわ、ゲージいっぱいいる。よいしょ。しても足元まあまあ綺麗だね。そうだね、なんか下にいっぱい落ちてる。こっちは水があんまないの。うん、あ、これ、あれか、あいつの白石綺麗だ。白石。骨。頭蓋骨。頭蓋骨。本当だ。これどの部分？顎なく。白石のね。あ、もう一頭の頭ある。二頭あるっすよ。あったよね。よいしょ。あ、この間のキノコ、三浦にあったの。キノコのとこにゲジゲジがついてる。キノコ、キノコ、わかんないけど。ちょっと水がある。ちょっと水があるね。よいしょ、よいしょ。これは長いぞ、またこれ。
うわ狭いなおい。よいしょ。あれ行き止まってた。オーマイガー。終わりだ。そこ出口だったんじゃないの？確かに。なんとなく。なるほど。そうですね。こんなもんだ。なるほどなるほど。よいしょ。あー疲れた。腰痛い。ね。という感じで戻ってまいりました。全然後ろ明るいから全然怖くない。まあでも結構生き物多くてよかったね、ここね。多かった多かった、うん、ちょっと帰ってから楽しみですね。じゃあちょっとまた次に行ってみたいと思います。行ってきます。狭くなってきましたね、道が。我々の行く手を阻むこの有様。向こう側なんだよな、位置的にはね。いいか、完全に急斜面です。やばい。しかも滝が、いやこれマジで平たくさいっすね。人工物やね。たどり着けないよ。来ましたね。あ、おお、いるいるいる。あった、あった。